ライドギターミュージックスクールのギター講師やっています陽一郎です。今回の動画ではタッピング、これについて解説していこうと思います。でまたいくつかの動画に分けて解説をしていこうと思うんですけども、今回は第1回目ということですので、基本的な王道パターンのタッピングのフレーズをいくつか解説をしていこうと思います。でこのタッピングで注意してほしいのは、ポジションによってはね、音が出づらいポジションもあるので、しっかりね音が出てるのを確認しながらプレイをするようにしましょう。でこのタッピングというフレーズは自分の中で一番できていると勘違いしやすい奏法でもありますので、まあ、これは別にタッピングに限ったことではないんですけども、自分のプレーをね録音して客観的に聞いてみるっていうのも非常に大事になると思いますので、そういった形で練習してみてください。それでは解説を始めていきたいと思います。それでは具体的に解説をしていきたいと思います。まずはねちょっと注意点があるんですけども、今回ご紹介するいくつかのフレーズというのは古典的な一本弦上のタッピングが多いです。ですのでまずはこれらのパターンを通して右手でタッピングする音がその他の音に比べて弱くなっていないかっていうのをねチェックするように練習をしてください。そしてもう一つの注意点が何かといったらノイズです。タッピングはねタッピングしてる弦以外の音というのがノイズが出やすいんですね。例えば最初のフレーズ、これはね1弦のみを弾いてるわけなんですけども、ですので2弦から6弦っていうのはしっかりミュートをしないといけません。もしミュートができてないとどうなるかというと、他の開放弦の音がなってしまうんです。これだと明瞭な音っていうのは出ません。ですので2弦から6弦がこのようにノイズが出ないようにしっかりミュートをする必要があります。どのような形でミュートをするのかというと右手で行います。この右手でネック全体を包み込むように添えます。でこの添え方も右手の薬指と小指をですねこうネックの下に持ってきて固定します。こうすることですごい安定感を増します。でこの状態でこの右手のここの主頭の部分ですね、これを軽く弦に触れさせます。はい、この主頭の部分を2弦から6弦までのところを軽く触れさせてあげて、ミュートを行います。この状態でというように、フレーズをタッピングすればノイズが出ません。ですのでしっかりねミュートをしてノイズが出ないようにしてタッピングを行うようにしましょう。はい、ではですねこれを踏まえた上で最初のフレーズを練習していきたいと思います。こちらをね解説していこうと思うんですけども、ポジションはまず人差し指で1弦の5フレットを弾きます。ここはピッキングをします。ピッキングするのはこの最初の1音のみです。あとはハンマリング、プリング、タッピングで音をつなげていきます。ですので、ね、この1弦の5フレットを鳴らしたら小指で1弦の8フレットをハンマリング、そして次は右手の中指で12フレットをハンマリング。でこの時に、このね左手の小指はもう離して構いません。離しておいてプリングすれば1弦の5フレットになります。はい、になります。続きまして2つ目のフレーズですね。こちらのフレーズは1つ目のフレーズの逆のパターンになります。今度はタッピングから入ります。ですのでこれはピッキングっていうのを全く必要としません。まず最初が右手の中指で1弦の12フレットをタッピング、これをピッキングして1弦の8フレットを鳴らします。
これは小指で押さえている状態です。そしてこの小指をさらにプリングして1弦の5フレットを鳴らします。これは人差し指で押さえています。これを繰り返す動作になります。このようになります。では3つ目のフレーズですね。3つ目のフレーズがこのようなフレーズです。これは右手のタッピングの位置が変わっていきます。2フレット分ずつ1音ずつこう位置が変わっていくようなフレーズです。どのようなポジションになっているかというと、まず最初に右手の中指で1弦の12フレットをタッピング、そしてプリングをして1弦の5フレットを鳴らします。そして1弦の5フレットを鳴らしたら、今度左手の小指で1弦の8フレットをハンマリング、そしてそのままプリング、頭から弾いてみますとこのようになります。そして次がこのようになります。動作自体は全く一緒です。今度は右手の中指で1弦の10フレットをタッピング、そしてプリング、そして1弦の5フレットを鳴らして、今度は左手の小指で1弦の8フレットをハンマリング、そしてプリングというようになります。この流れですね。頭から弾いてみるとこのようになります。そして次がというような感じです。今度はですね、右手の中指で1弦の8フレット、これハンマリングします。そしてプリング、そして1弦の5フレットを鳴らして、今度小指、左手の小指で1弦の8フレットをハンマリング、そしてプリングというようになります。次に弾いてみますとこのようになります。そして次また右手の中指で1弦の10フレット、これタッピングです。戻ってくるような形ですね、になります。で、動作は同じです。このようになります。続けて弾いてみるとこのようになります。これの繰り返しです。このようになります。続きまして開放弦を使ったタッピングのフレーズになります。もともとタッピング、右手のタッピングを入れることで広い音域のフレーズが可能なんですが、開放弦を含めることでさらに広い音域でフレーズが弾けるわけです。どのようなフレーズかというと、このようなフレーズになります。これを、ね、1音ずつ解説していきますと、まず最初が1弦の12フレットを右手の中指でタッピング、そしてこれをプリングして開放弦を鳴らします。この時は左手は何も押さえません。そして次が左手の人差し指で1弦の5フレットをハンマリング、そして左手の小指で1弦の8フレットをハンマリング、そして次が右手の中指で12フレットをハンマリング、でこれをプリング、そして8フレットもプリング、そして5フレット人差し指もプリングというようになります。続けて弾いてみますとこのようになります。これの繰り返しになります。